ベラ・クーパー・ルービンはアメリカ合衆国の天文学者。銀河の回転速度に関する観測と研究から、銀河には光成などの光を発する天体の総質量をはるかに上回る質量の暗黒物質が存在することを示した。ベラ・ルービンとも、ペンシルベニア州フィラデルフィア生まれ、旧姓、クーパー。幼い頃から天文学に興味があり、高校生の時には、 天体望遠鏡を自作。1948年にバッサー大学卒業後、プリンストン大学を志望したが女性であったため、入学を認められず、コーネル大学に進みフィリップ・モリソンや、リチャード・ピー・ファイマン、ハンス・スベーテの下で、物理学を学んだ。1954年には、ジョージ・タウン大学において、ジョージ・ガモフの指導を受ける。 アンドロメダ銀河の回転速度を観測した結果、銀河の回転速度が天体の分布から予測される速度と大きく異なり、周辺部でも中心部と速度がほとんど変わらないことを発見した。これは銀河の回転曲線問題と呼ばれる天文学の未解決問題の一つであり、これを説明するために暗黒物質に関する理論が発展した。 カーネギーインスティチュート・オブ・ワシントンで研究を続けた全米科学アカデミー会員4人の子供も全員自然科学や数学の分野で活動しているニュージャージー州プリンストンで死去発行年順主な執筆者名、編纂者名の順発行年順ありがとうございます